こんにちは、山崎です。この番組は、体の不思議や面白さ、健康になるための情報を発信している番組です。よかったらチャンネル登録をお願いします。今日は、るろうに剣心という、剣の時代に生きた人たちの、生きた人たち、結構古いんじゃないの？なんか俺知ってるで。あ、知ってます。俺見てへんけど、あの絵は知ってるよ。どんな絵か。あの赤髪のカモちゃん。はい、僕ゴールデン、ゴールデン世代で、あのるろうに剣心を見て、剣道も入ってないんで。そうなん。はい、現実と漫画の世界で全然違いましたけど。ああ、そう。はい、もうそのぐらいも大好きですね。あ、そう。はい、で、その中に出てくる、あの篠森青っていうキャラがいるんですけども、全然知らんけど、で、その篠森青が、小立二刀流っていう、こう脇出しよりもちょっと長めの、刀を2刀使うんですよ。で、そのキャラが、回転剣舞6連っていう、左右のこう回転、左右の、刀で、3回転していくことで、計6回切りつけるっていうのを、それを左右で一瞬六斬っていう、一瞬で六斬いくっていうのが6回切るってことね。そうですね。どんな感じかちょっと。そうですね。これいろんなパターンがあるので、いろんなパターンとね、見た目が確実にはわからないんですけど、多分通常やると、こう切りつけるパサパサ、はい、パサパサっていうのやって、それで6回ね。そうですね。たまになんかこう構えてる時もあるので、こうなるんだ。それはわからない。漫画だけではわからないので、次ポンっていくから、次の瞬間にはもう6回切れてるので、はい、で基本はそうですね、多分この時に切るのはこう持って、で逆手で、こう切るってやつなんですけど、これはこっちの手は、そうですね、こう小太刀持ってるので、こう逆手なんですよ。逆手でこう逆手に持って、こう切りつけるっていう。あ、こう切んねや。そうですよ。はあ、はい、でこれはこう切んの。あ、そうですよ。あ、こうね、こう切ってるんですけど、ちょっとこれでもいいかなとは思うんですけども、こうでも、そうですね、同じやわな。はい、はい、でこれが一瞬六段っていうところに、僕はあのピンときて、で山崎さんがこう2人を持ってグッてこう技をかけてる時があるじゃないですか、で普通1・2とかってなると思うんですけど、この同時に動かすって結構難しいと思うんですよ。どっちかに意識が絶対にいって、だからイメージとしては、さっき言ってたこうやったら、肩をこう持ってるわけよね。はい、でこうあれよね、はい、だからこう押したら、自分の方に跳ね返ってくるのが、そういうことだよね。そういうことです。こっちの手もこう切れてるし、こっちの手もこう切れてると。で、これをこう回んでね。そうですね。これを3回回ると、こう6段になる感じなので、もう今のまさに体験してますんですけど。じゃあ構えてみて。やりたいですね。こうですね。で、こう構えて、1、2になるか。あ、遠いわ、距離が。遠い。なんていうの、足で踏ん張る自分になってしまってる。だからもうこの切れない距離になってるっていう。だから例えばさ、持ってみて、もうこういう感じでタイソンに言ったら、こうやって持たれるになって持って切られ、切るには自分のほら、そのわかる、狩りやな、こういう感じ、距離か、まず距離。はい、なんか僕はここで切ろうと思ってたんですけど、これね、みんなそうなんですけど、こういう対人関係の時っていうのは、例えばパンチやったらこう持たれながらでも、なんかパンチマシンとかにこう持たれながらでもいけるよ。はい、そやけどこれ対人関係の場合はあかんねん。あの第一にこの関係性、自分がどうしてどう切ろうっていうのと、でもここに相手がいるわけやから、自分がいくらこうやったかって遠かったら絶対に切られへん。はい、だから自分の体の使い方とかは置いとかんとあかんない。まず目の前に向き合っているこの、こう持ってます、でこう持ってますという、この相手とのこの関係で、これがこうしてたらもう重たいでしょ。はい、重たいかかるし、こうしてたら切る気がないですね。はい、だからそこに切る気がある状態で、例えば、いくよ、こうしたら、この今左腕を動かした、左腕を動かしたけど同時に動かそうとすると大体いくね、多分な、こうなってもね、同時に動かそうとすると今こうなってるって言ったのは、体を
前にしながらこう切ろうとしてしまうわけ。確かにここは同時動いてないけど、うん、突っ込んでますってなるやろ、はい、だからこれ踏ん張ったから踏ん張らない踏ん張らんときはすげえ。だからそのサッと切ってサッと切るっていう感じだよな。これを早くやってんやろな。ですね、うん、まあちょっとやってみよう。はい、うん、曲いいか、うん、まあいいや、とりあえずやってみよう、はい、うん、だからな、こっちもこっちも合うてへん。合うてない。そのこっちの手もこっちの手もいい位置に入ってない。どっちも僕が切りたい位置なだけ。そうそう、そう相手に合わせへん。合わせる。お、ちょっと来たね。ちょっとまだ薄いけど関係性が切るという積極は、まあいいや、やってみる、はい、無理やろ、いかれても無理やろ、これは。だから、まずな、ポン持って、はい、分かる、これちゃんと関係してるやろ、はい、で、ポン持ってやろ、ちゃんと関係してるやろ、はい、これ柔らかくしてるだけ。この、こっちもちゃんと合わせてる。だから、こういうくっついてますね。な、右だけでも切れるな、分かる。こう、こうあって、こっちだけでも切れる。で、この状態で同時に入ってると。だからこの相手にハマってからならない。そうか、押し付けてるわけじゃないのにめっちゃ存在感がある。だからね、まだね、腕の存在感があるね。その中心の存在感を感じに、こう触ってる時に、うん、だから腕でまだやろうとしてる。そのもっと体の真ん中で、真ん中とこれがくっついたこれになってほしいわけやねんけど、まだ腕の存在が強い。真ん中の存在はそんなに感じ、まだ感じ、そっちの方が来る。それで聞いてみ、それで聞いてみ。あ、体が動いたか、足になった。これだいぶちょっと難しいですね。ああ、まあ、だから片手ずつ練習した方がいい。うん、はい、まあ、のこっちの形、はい、こっちの形、刀持ってる意識な、はい、で、この刀っていうのはこの先っちょにあるわけでしょ、はい、うん、その意識も来たらね、これはただの人や。おお、なかった、うん、こう持ってるってことは、はい、この先っちょで結局切らなあかんねんから、その意識も来たらね。めちゃくちゃ面白い。めっちゃ面白いけどやのに、はい、もう持たれてるの、わかる、刀こっちやもん。そうそうそう、先っちょ、歯はこっちにあるわけや、はい、そうそうそう、こっちにある。そうそうそう、そう、それでこっち切らなあかん。ここで切るんじゃないんですか。そう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 、そいつで切るのか、うんうん、そいつをここに切るわけや。おーおお、ちょっと来てる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 、うんうんうん、ちょっとまだちょっとこう、はい、こう切られていい、こっちに行っちゃう、うん、だけど、動かされば、はい、この位置、そうか、だから中心外したから、ね、そう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 、うんうん、おーおーおーおお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 切れた気が、まだまだあったっていうイメージが、まあ、そんなにゆっくり切ることはないけどな。確かにそうだね。まあけど、そういうゆっくりからの練習よ、はい、だからこうも、こういう風にするともう持たれてまうの。だから刀こっちなんやから、これがこう来る感じやから、なんか不思議な、こっちがやったら、はい、そのまあ、こう持ってんのか、うん、こう持っても一緒やけど、はい、刀の先
一丁でバサッといけるかな。おお、そうです、うん、でそれで両方で行ってみる。来ました来ました。できるもんね。うわ、こっちようになったな。同時意識めちゃくちゃむずい。この臨場感、ここか。惜しいな、惜しいな、惜しいな。最初な、動かされたけどな、ちょっと途中でもたれたな。あ、だから止まったか。合わせるまでにもう好きだらけですけど、うん、正直もうそんだけ、うん、おいいね、直しな、おいいね、あれ、おお、来てる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 よ、来てます、うんうん、手応えがなさすぎて毎回の矛盾なんかこう、でだから、はい、その時に体幹を、はい、抜いてるんよ、知らん間にちゃんと、だから使えてる、うん、だから体幹がなくなるから、はい、背骨だけで回れんの、この、おお、なんか今のだいぶ新鮮、ここ力んで回ると、はいはい、あの背骨だけでちゃんと回られん、ちょっと別テーマで話して体幹を抜くと背骨が使えるっていう、そうちょっとトレーナー的にはね、うん、なんかこう道着というか、はいはい、背骨も体幹も結構一緒みたいなイメージがあったんですけど、うんはい、ここの気配を、はい、があると、はい、グッと止まんねん、うん、お腹のとかの緊張があると、はい、グッと止まってしまうねんけど、はい、もうやめるとさ落ちるやん、はい、落ちますけど、グッと入ると止まれやん、はははやめると切れるやん、はだからなんか腹筋を縮ませるっていう風にしても止まんねんな、はい、弱いとやめていくと落ちる、うんまあ、そういう感じで、はい、けど両方な、はいそのまあ、どう思ってるのか分からへんけど、はい、だからこれが相手を切るならだからな、うん回るんだから、あ、うん、相手を切るでまたこうやって相手を切るでまた相手を切るっていう感じになっちゃう、棒でやるじゃあちょっと、まあ、例えばさ、はいまあ、こう壊れ、なんか壊れね、はい、で、壊れや、はいうん、なん普通はなんか、うん、このから持たれたりするともうまるで話にならない、はい、だからまあこう持ってますんでまあこう持ってます、はい、で相手を切れるからこう切る、ここのマジかで、まあこうあんのか、はいうん、こうか、はい、え、これでいけたらもうだからこれ軽くしてうわこう切る、だからこうとこう持ってこういう感じかな。うわあ、ちょっとあれやっぱね、ちょっと持った瞬間、はい、やってみたいな、やってみたいな、はい、ちょっとじゃあこっちから行った、こっち、うんうん、はい、で同じ答えから、うんうん、で構えて、はい、もっと何ちゅうの、はい、こう、持って、はい、うん、ほらもっと軽い、この、はい、持ってへん。もうなんか、もうなんか最初からもうこうなってる、構えるかな、おお、そう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 、うん、そうそう、最後の方だったけど、はいはい、こっちもちょっとだけやったけど、はい、うんうん、
だから、はい、こっちをこっちで切らんと切られへん。あ、お前、うん、こっちまで、はい、こっちまで行ってへん。なんか変な想像の刀になってる。ちゃんと見てあるの、うん、この先っちょまである。で、どの辺で切るで見えるやん。そうそうそう、そっちに意識を置かんと。こっちが力んでるやろ、はい、これをこっちに持ってかんと。おーっと、来そうやぞ。もうこのまま行きます。おーっと、こっちに来た。ちょっとやばまあ、おしおし。だから向かそうと思って、はい、こうあれや、はい、なら、あ、両手で、うん、こうしたら、なんかここが重いよ、うん、はい、ずれるし、うん、はい、もっとやめて。はぁ、やめて。だから、こういってもあ、たぶん少しこう行きたら、はい、だから、もっとやめながら、やめながら切るから。へぇ、まあ、こんなもんで。めちゃくちゃ楽しい。はい、この番組が面白いと思われた方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。